ボックンと申します。やっていきます。プロップナイト殺人鬼バンシー使っていつも通りやっていきます。マップはキャッスル城ですね。生存者はメイブル、アイザック、タイガ、ケイトということで、いつもケイトの名前が出てこないんですけどケイトね、もうね、嫌われてるかレベルでね、ケイトの名前出てこないわ。さあこっち側からやっていきましょう。さあ呪いかけて、まず真ん中にね、呪いかけておいて、最初に向こう側回してる人はさすがにいないでしょう。さあ、真ん中から抜ける人が何人かいるかどうかだけど、最初隠密してる感じかな？あ、いるね。バレてないふりしとこう。バレてますと。オッケー。息吹で。あー、マジか。それ、スタン来るか。どこ行った？いるね。さすがに物のままだったら、息吹で。どこ行った？見えない。息吹出して、一発殴ればノックの状態にして、オッケー。で、一発殴ると。オッケー。しかも真ん中に釣れるから、これはめちゃくちゃいいね。しかも真ん中全然やられてないしね。待て、そらして。オッケー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 。十分でしょ。で、一発殴ると。オッケー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 。これはでかいね。さあ、このまま真ん中、ちょっといじってるかな？いや、いじってないね。オッケー。で、左側を抜けた人をちょっと見たいから、まず左側見ようか。回ってんね、やっぱり。抜けたね。このアイザックか。オッケーオッケー。で、このアイザックを放置して、とりあえず真ん中行こう。で、これ近いから、あ、来てたね、今。オッケー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 。これトウモロコシ追いかけて、で、これ追いかけたら、発電機はできないはずだから、で、この間にアイザック行くでしょ？行かない？行かないかな？あ、いるね。しかも扉。待てよ。アイザックうまいね。一発殴って。なるほど。そのスタンはちょっとめんどくさいね。さあ、じゃあちょっとメイブル、トンネルしてもいいと思うんだけど、まあいいや。とりあえずこっち側見に行こう。やってるか？近くにいるのは確定してるから、息吹出そうか。引っかからないか。ちょっと距離が足りなかったっぽかったね。いや、とりあえず真ん中やられてないから、いいでしょう。やってんね。二人でやってる。大丈夫か？それ。一発殴ってノック。この子は多分戦線復帰したら速攻やられるから、やめとった方がいいような気がするんだけどね。修理するのは。さあ、吊るします。で、二人でやってたから、まあ、近くにとりあえずいると思うから、片っ端から殴っていこう。怪しいものをね。オッケー。いないか？おお、救出が早い。それはマジでやばいんじゃないか？その救出の速さはやばそうな気がするけど。どうだろう。いないね、でも。いや、まあ、とりあえず近くに隠れてることは確定してるから。でもまあ、回復ないでしょう。一回目で回復入れてなかったからね。さあ、境界中は治りそう。いるな、近くに。人になったな、今。さあ、壊しておいて、ここも遅延入れながらだね。そこは治るのはもう分かってた。どっちみちタイガがやってたからね。じゃあ、メイブルを早めに釣りたいね。これ。緑メイブル早めに釣ってだね。さあ、瓶投げる。リソ割いてくれるのはありがたいね。オッケー。で、壊して乗りかけとこう。これ、左後ろでもしかして隠れた説はあるよね。ない？これとか、違う？あ、いないんだ。だったらこっち？いや、わかんないな。うまいね、逃げるの。さあ、まあ、息吹に引っかかってない可能性は全然あるけど。ああ、そこやってんだったらちょっとめんどくさい。ちょっとここは怖そう。真ん中は一番やられたくないからね。で、アイザックが多分左側直すと思うから、このまま。ちょっとめんどくさいとこ直されてんね。いたね、今。こっちもやってるか。ミリで残してんのか。なるほどね。で、多分、左側回すと思うんだよな。回さないかな。あ、いるね。いるね、いるね、いるね。ドア使えそう。使わない。お、緑メイブルいるじゃん。バレてるぞ。まずくね？まずくね？あ、これ、スタンでも来るな。ちょっと面倒なことにスタンが来ちゃうから。この子早めに釣りたいんだけど、スタン来るのがちょっとめんどくさすぎるな、これ。時間稼がれるし。サイドかわしながらダメージ与えよう。これはいけるか？息吹ノック。オッケー！いいね。これめちゃくちゃいい。で、アイザックこっち側に吊るして、メイブル真ん中吊るそう。いや、真ん中吊るしたら3回目だからなくなるのか、あいつ。ちょっとミスったかもな、これじゃあ。オッケー。で、ここは、まあ、真ん中吊るそうか。吊るそう。来るのわかるしね。あー、助けいったね。オッケーオッケー。じゃあ回してんのは1人ってことになるね。しかも3人。次アイザック狙おう。また。右行ったね。しっかり見てんな。お、しっかり見てる。賢すぎる。お？ん？自分が今のをやっただけか。
やっただけっぽいね。OK。で、左側壊しに行こう。これで多少はしんどくなったんじゃないか ?OK。壊しておいて、呪いがそろそろ解けそうなんだけど、まあいいや。んー、とりあえず真ん中見て、あそこ直る。全然 OK。マジで全然いいわ。さあ、ここもちょっといじってる。いじってないな。OK。で、今、音したな。で、とりあえずアイテム、ちょっと取ろうか。ハンマーと、いや、ハンマーだけか。ハンマーだけでいいや。で、ちょっといじってくれたらありがたいんだけど、どういじってる？あ、いじってんね。終わるかな？どうだろう。終わりそうだね。オッケー。意地でも直す。オッケー。挟んで、これ、息吹でノック。加速使って、息吹でノック。オッケー。バレてるぞ。スタン来るね。オッケー。これは、待てよ。しっかり下ろして、一発与えとこう。しかもこれはノックか。あ、ノックだわ。やった。これはラッキーだね。さあ、吊るします。そして、ちょっと待ってよ。一回、これチェーン買いに行って、オッケー。チェーン買いに行って、ここにチェーンかけて、アイザックを奥に吊るそう。オッケー。うわー、マジか、会場ツールか。ん？止まってるぞ。諦めたのか？これバグ？諦めたんか？ゲームが落ちたのか？どっちだ？さあ、もう一回吊るそう。これチェーンかけれない？かけれないんだ。なんかバグってかけれないんだけど。あれかけたかったんだけどな。やりたいこと全部やれてないわ。まあいいや、とりあえずこっち側にアイザック吊るして2吊り目と、もがきゲージも溜まってないでしょ。あ、溜まってるの？あ、マジ？もう特大大フラグ立てるじゃん。マジか。え？そんな遠くに逃げた？今こっち側にちょっと見えたような気がするんだけど。違う、これ。わかんないな。いや、でもこの子放置してんのからもう、落ちた可能性は全然あるけどね。チェーンかけて、見に行こう。他の発電機を。とりあえず見に行って、いや、でも追われてるって言ってるから、多分バグってた。あ、なんかたまに動かない時あるからな。それかもしんないね。たまに救助された瞬間に動かない時あるから、そのバグな可能性も全然あるね。さあ、壊しておこう。これ多分もう、余裕で助けに行ってるでしょ。でも、チェーンかけてあるから多分できてないはずなんだよ。OK？ 多分近くにいると思うんだよね。これ。この子の。お、完璧。お、もう解除ツールか？これ無敵時間。タイ、待ってよ。閉めるか？閉めてくれ。OK。いいよ。で、これはしっかり一発殴れないな。いや、とりあえずこのタイがもう、体力なくなったから一発殴れそうだね。OK。で、扉また使うと。開ける。開けないか。端っこい。さすがにバレてるぞ。ここにいたんだな、多分タイが。なるほどね。さあ、吊るします。この子一回目。で、まあ、この子はチェーンかけなくていい。アイザックいるじゃん。オッケー。いるね。追いかけようか。ちょっと見失いたくないから、このまましっかり追いかけよう。オッケー。体力ありそうな感じだね、アイザックは。スタンは？スタンは来ない。どこ行ったか、マジで見失った。マジで見失った。逃げ足早すぎ。いるね。この子は何回目だっけ？覚えてないわ、もう。うわ、スタン来るか。うまいね。そのちっちゃい瓶でスタン取れるのはマジでうまい。さあ、まあでもいい釣り、いい釣り状況だから。どこ行った？今落としたけどな。いるね。スタン来るか。来るね。一発殴ってノック。オッケー。しっかり前取れてたね、今のは。扉スタンも来ないっぽい。アイザックが回してんな、あそこ。オッケー。しっかり釣って、この子は何回も3回目か。オッケー。で、ここ壊して、呪いかけとこう。ハンマーまだ残ってるからな。8個分。これ2人は、なかなかいいけど、ちょっと、状況、把握ミスったらやられそうだね。さあ、ここも壊しておいて、もう一回多分アイザック戻るはずだから、もう一回見に行ってみようか。いなかったら真ん中見に行こう。やってると思うんだけどな、やってない？ああ、これはタイガがやってる。これ別に、あれ、食らってもいいや。お、ミスったっぽいな。ミスったっぽい。さあ、じゃあ、こっち側に釣るぞ。スタン来そうだな。どうだ？来ないか。オッケー。で、この子2回目。チェーンかけなくていいや。で、触ってたからもう一回壊せるな。ここのゲージは格段に減りそうだね。時間経過とハンマーで、速攻減りそう。で、こっち側見に行って、真ん中？ちょっと怪しいから、真ん中見に行こう、まず。ここじゃなくて、いやでもやってないかな、さすがに。
やってなさそうではあるけど。あー、やってないな。ちょっとしかいじってないわ。じゃ、これ加速使って、鉢合わせしたら最悪だけどね、これ。こんなとこあったっけ？あったのか。オッケー。じゃ、30秒あたりでチェーンかけて、で、こっちの、とりあえず、プロップマシーンの修理進行度を減らしていこう。向こう終わったら向こう終わったらこっち固まるし、こっちが終わったら、こっちってか、端っこ終わったら真ん中側でもまあ固まるから、まあ、全然、悪くはない。から全然 OK なんだけど、ちょっといじられないようにしたいね。マシンを。さあ、ここは、うん、増えてもないしね。OK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 。チェーンが効いてるな、これ。いい感じ。さあ、向こう側直すかどうだ？やってるかな？こんなんあったっけ？あったんか？やばいな。こんな箱ないと思ってたわ。あったのか。さあ、ギリギリで助かりに行くかどうか？やってないね。これ最後の生存者も狙ってるか？ワンチャン狙ってるかもね。それかギリギリで助けに行くか。あー、これはもう行かないっぽいな。オッケー、行かないっぽい。さあ、最後の生存者。右側見に行ってもいいんだけど、そうなったらさ、ここでさ、詰まってたさ、誰だったっけ、タイガーだったっけ、かわいそうだよね、ちょっと。やってる？ちょっとやってるな。ちょっとかわいそうだな、あの詰まり方はね。あれ、あの位置釣りでどうか、うん、負けるか勝つかどうか、結構変わってた可能性も全然あるからね。接触剣、で、遅れ取り戻そう、スタンス釣られた時の。やってないな。右奥やってると思うんだけど、もう一回見に行こうか。ちょっと賭けになっちゃうけど。これでいたら、賭け勝ち。ギャンブル勝ち。やってる？やってないわ。負けた。これ絶対他のとこやってるでしょ。さあ、どうだ？見に行くけども、真ん中は動いてないっぽいね。やってる？なんかちょっと増えてそうな気がする。うんだよね。ちょっと増えてるよね。これ多分離れたらガンマしそうな気がするんだけど。真ん中は回ってない。これもう一回見に行こうか。やってないね。どうだ？やってます？やってないね。いやー、どっちなんだろう。向こう側かな。こっちが、んーっぽい気がするけど。遠く行くまではやらないタイプか？どうだろうね。もう鐘が鳴ってる。鐘鳴る仕様なんてあったんだ。全然気づかなかったわ。やってますか？こっち側。あー、もうやってないっぽいな。多分離れたから今ガン回ししてるかもしんないね。こっち側。あー、やってない。ほら、隠密してんな。ここもちょっと回ってるな。ちょっとずついじってるっぽいな。どっかで隠密してるな。息吹使おうか。うん、いないね。まあ、引っかかってくれたら嬉しい的な感じでね。こっち側のゲージが増えてるってことは向こう側には行ってないと思うんだけど、隙ついて行ってたらダメだから、ちょっとは見に行くけども。端っこ見に行こうか、もう一回。わかんないな。真ん中見に行こうか。真ん中見に行って、やってない。端っこ回ってる？隙ついて行ってたら。あー、これはやってそうだね。あ、これはやってるね。100%。こっち側逃げてきたのか、次は。なるほどね。探してもいいけどな。さすがに違うよね。いや、わかんないな。まあ、いや、とりあえず壊すだけ壊して、こっち直ったら直ったで固まるから、全然いいんだけど。こっち側動いてなかったら絶対に間違いにいるね。動いてる？こっち側。あ、そこ直る。ちょうどいいな。逃げ足が速い。さ、瓶投げるか？あ、投げる。それ当たるか。かわしたつもりだったんだけど、左行ったな。動いてないからな。これ絶対近く隠れたっしょ。だよね。イブケでノック。オッケー！完璧！動いた音しなかったからね。待って、これ椅子がないわ。あ、でももがいてない。よかったー。これもがき始めるんじゃない？ない子が気づいて。始めない？あ、もがき始めないわ。絶対動いてないと思ったわ。落としなかったもんね。オッケー、ナイス。いやー、これでもなんか、あれだね。タイガちゃんが、ちょっとバグって止まっちゃったのが、ちょっとなんか自分引っかかるな。悪さした感じ、なんか気持ちになっちゃうわ。まあ、とりあえず4釣りしたからいいか。
ナイスゲーム。